こんにちは、柴田です。今日はですね、 Zoom MS50G を使って歪み22種を弾いていくパート2です。使うギターはこちら、コリーナ SG、 エピフォーのコリーナ SG 使います。前回ですね、シングルコイルで MS50G の歪み系エフェクト22種を弾いてみました。バージョン3になってからかなり歪みのクオリティも上がってきてますし、種類もたくさん増えてきております。で、今回ですね、ハムバッカー、こちらでですね鳴らしてみたいと思います。きっと好みの音色が見つかると思います。アンパンマイクロキューブです。現在エフェクトはオフですね。オンにします。やはりメリハリがパキッと出てきますね。で、こっから歪み系いきます。寄ります。
今回個人的にお気に入りはディストワン。が結構好きですね。でもう一つがこれ。もう一個がですね、スイートドライブ。これはですね、シングルの時もおすすめしてたんですけれども、ハムでもいいですね。といった感じです。といった感じになりました。いかがでしたでしょうか。おすすめはですね、僕個人的には、ボスのディストーション、ディスト1ですね。今回ね、6弦をドロップにして弾いてたんですけれども、すごくいい感じのですね、わざとらしくない歪みというか、わざとらしくない低音というか、結構こうビシーッと来てくれるような僕好みの音だったのがディスト1ですね。あとスイートドライブですね。これはですね、シングルの時もおすすめしたんですけれども、シングルでもハムでもどっちでも非常に使い勝手がいいエフェクターだと思いました。少しでも参考になったら幸いです。パート1のストラトのシングルコイルで弾いているものもぜひぜひ参考にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。